はい、皆さんこんにちは。漫画家の島田慎です。アシスタントの斉藤です。はい、スクです。よろしくお願いします。はい、ということで今日の企画はですね、はい、プロ絵師の画力×初心者の発想力で一体どんな絵が生まれるのという企画です。なんだそれ。なんだそりゃー。でも二人は全然いつも通り伝わってないんだけどもまあ二人ともね、描きたいなと思う絵はいっぱいあると思うんだけど、うん、やっぱりそれがまだなかなかこう思い通りに描けないっていう経験はあると思うんだよね、うんうんうん。あれ、なんか書いたら思った通りいかないみたいな。いつもだよ。そうでしょ、うん、そうだね。まあ、今回は私が二人のその回手になりますので。絵が描ける、もうコマだと思ってくれ。使っちゃっていいの、プロ絵師を。私は今回、ね、自分の思考は一切全部捨てて、言われた通りに絵を描くロボットになりますので、二人は思う存分私を自由に使って、私に絵を描いて、ここで対決してください。初心者対決をしてください。で、最後視聴者さんにどっちのイラストの方が良かったかを、まあ、決めてもらおうかなと思うんだけども。なるほどね。そうそう。まあ、結局社会とかに出るとさ、絵が描けなくても、絵に関わる仕事がするっていう人もいると思うんだよ。はいはいはい、例えば漫画の編集者さんだったりとか、なんか企画したりとか、絵のデザインとかね。なんかそういうデザイナーと一緒にやる仕事とか、はいはいはい、まあ、そういう人たちっていうのは、その絵を描く技術者みたいな人に、的確に指示ができないといけないんだよ。なるほどね。その人の技量とかを知って、やっぱその人が得意なもの、苦手なものとかも知ったり、うん、まあ、逆に言うと、こういう絵を描いてほしいけど、この人に何て言ったら伝わるだろう、みたいな力って必要なのよ。確かにな。そうそう。だからそういう、ね、力を養うって意味でも、今回はちょっと二人に頑張ってもらいたいなと。俺らのその力は一体どこに生きるのかってことだよね、今後ね。それプラスできるのかみたいな。そうそう、まあ二人は私と長年付き合ってきてるから、もうなんとなく私の絵の描く速さとか、はい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 、私の得意なものと苦手なものみたいなの分かってると思うんだよね。なるほどね。そうだね。はいはいはい、まあだから、そこを分かった上でどういう指示を出すかお任せします。なるほど、はいはいはい。それで一応今回はそれぞれ持ち時間20分なので、割と絵を描くでは短い。短いから、その20分で表現できるもので対決したいと思います。なるほど。はい。はい。ではまず最初は S 君のターンです。僕のターンです。じゃあちょっとね、制限時間を用意して、そこから私に指示をお願いしますね。はいはい。スタート。はい、指示お願いします。俺今回考えたのはね、一、うん、つ。視線バス先生が苦手なやつを今回書かせようかと考えたんだけど、それだとやっぱり、うん、多分クオリティ的にサイドに負ける可能性がある。なるほど。だからシーボス先生が得意な感じで攻めようと思って、はいはい、今回は。はい、はいはいはい。で、しかも視聴者にもこれ最後、ね、投票してもらうから、そうだね。視聴者も好みな感じのやつにしなきゃいけない。大事だよ。それは大事だよ。俺は今回、うん、男の子キャラで、シーボス先生イケメンの、はいはいはい。で、髪の毛をこうやって、こういう風にしてる。なんかこういう感じ、書き上げてる。書き上げてる感じのキャラを書いてほしいなと思った。分かった分かった。あ、じゃあそれ書いていいの？いい。どれぐらいまで入れるの？いやもうこの辺ぐらい。バストアップってこと？バストアップぐらい。え、じゃあ待って、まず先に資料をくれ。資料？俺の資料欲しい。写真が欲しい。そのなんかバストアップをしてる手の動きの写真が。まだね、ちょっと猫背になっちゃってるよ。すいません、すいません。あ、いや、てかいいよ。別に、あ、ごめんごめん。私は一回何も言わないんだった。S 君のこうやったポージングだから、こういう感じで逆に言うとだよ、そのポージングダサいと多分もうそれになるよ。おや、ちょっと待って待って、大事だな。でもどうやって髪かき上げてんだろうな。まあ、こういう感じだよな、きっとこういう感じ。じゃあ自分でさ、自分でもボタン押してくれ、いいところで。えぇ？でもやっぱそういうところを指示するに入ってるから。こういう感じだ。よし、OK。え、だいぶこんな感じで切れてるけど大丈夫？あ、ちょちょちょ、俺、一応、一応。やばい、時間ない、時間ない。どうやってあげるんだろう、髪。いや、ほら、それは自分が描いてほしいだから。この辺ぐらいまでな。この辺ぐらいまで。今ので。これでいい？それでいい。じゃあこの感じで描けばいいね。そんな感じで。ちょっとでも、あまりこれを参考にしないで。うろみにしないで。これは今気持ち悪い感じになっちゃってる。うろみにしないの？これは気持ち悪い感じになっちゃってる。じゃあこれをどういう風に直せばいいの？これをもっとなんか、いい感じに髪の毛をちゃんと描き上げてみる。俺今、もさもさになっちゃってんだよ、この状態だと。え、あ、じゃあ分かったね。じゃあまずだよ、男の子キャラってのは分かったんだけど、うん、どんな男の子キャラなの？20代ぐらい。20代ね。20歳ぐらい。髪の毛は、前髪ありのマッシュっぽい感じ。前髪ありのマッシュね。だけど、このこっち側をこう上げてるから、今。まあ右手でも左手でもいいんだけど。流してる多分髪の毛をこう上げてるみたいなイメージ。なるほど。シャツは T シャツ。もう白い T シャツで。T シャツ。じゃあ今着てる T シャツでいい。まあ白い T シャツでいい。うん、そのまま。わかりました、うん。ちょっと俺手がなんかこんな感じではみ出てるけど、うん、
なんかいい感じにこのなんかさ手のさこのゴツゴツ感、俺ちょっと見えないけど、うんうん、いい感じになんか出せれば手のゴツゴツ感を出したいってことね。じゃあ見せたいところはここなの、ね、そこを見せたい、そこ。なるほど、じゃあもうちょっと画面の中央に持っていきます。ありがとう、ありがとう。そうそうそう、うん、感じ。わかりました。ちょっとこうなんかセクシーな感じを出したい、はいはいはい、もうちょっと細かく指示欲しいんだけど、顔とか表情とかの。表情はだからちょっといやらしい感じ。いやらしいってどういう感じや。わかんないぞ、いやらしい感じって。なんつったらいいのかな。これって、この指示の仕方は、うん、喜ぶ作家と嫌がる作家がいるから、もう覚えといてほしいんだけど、例えばだけど、私は嫌じゃないから聞くけど、例えば人気キャラでイメージするキャラとか近いキャラある。こういうキャラ風みたいなある。じゃあ俺、下先生のキャラで言うと、うん、マオくんみたいなキャラ言うじゃん。ああ、はいはいはい、はい。お兄ちゃんの方とか、ね。お兄ちゃんのマオくんね。みたいな、ちょっとなんかこう、感じのなんかセクシーさが欲しい。わかったわかった。うん。そんな感じだね。わかったわかった、うん。目はそんな感じ、ちょっと細めね。細めでちょっと、二重が重い感じ。重い感じ、重い感じ。で、眉毛も割としっかりしてる。しっかり感じ。あ、いいね、いいね。そんな感じ。そんな感じね。うん。20分じゃん、今回、時間がね、うん。やっぱこのぐらいの感じだったら、色までちゃんと塗れるんじゃないかと。はいはいはい。うん、っていうのも計算込みで、こういう感じのイラストにしました。やっぱ全身入れちゃうと、きっと20分じゃ終わらないのかなと思ったよ。はい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 、はい。ちなみに背景は、ちょっと青っぽい感じ。うん、背景もあったのね。背景の指示早く欲しかった。マジそれギリギリの背景の指示来てびっくりしちゃった。え、背景青ね。空。空っていうのがわかりました。空ですね。なんか、うん、はいはい、そういうイメージ。はい、こんな感じで線画ができてきたんですけども、いいね、いいね、いいですか、うん、じゃあここで大きく修正なくて大丈夫そうですか。これとりあえずもういきます。時間があとないよ。じゃあ、はい、じゃあ残り7分ぐらいなんで、うん、色の指示お願いします。肌の色はいいとかありますか。やっぱり黒っぽい目がいいんだよ。マックス日に焼けてるだとちょっと、俺みたいに日に焼けてると黒いとちょっと嫌なんだけど、健康的な色ってこと。健康的な色。あ、なるほど。新本先生がいつも塗るのってちょっと白いじゃん、うん、白いよりは少しちょっと黒めみたいな。健康的な色ね。わかりました。ちょっと今色見てもらって、それでいいかでコメントくれ。俺まで行っちゃうとちょっと黒すぎちゃうから。わかった。こんな感じですか。はい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 。どうですか。大丈夫です。これでいいですか。はい。これはね、本当時間との勝負もあるから。うん、じゃあどれぐらいのクオリティで塗るか指示もらっていいですか。なんかすごい細かくかけたままで塗ってる時間はもしかしたらないかもしれない。とりあえずちょっとざっくり全部塗ってもらって。ざっくり全体を塗るような感じで。で時間があったらその影とかも追加してもらって。わかりました。じゃあ髪の色のも指示ください。金髪で。はい。アニメのキャラっぽい金か、はい、リアルな現実世界にいそうな金かどっちですかね。アニメの金です。アニメの金なんですか。はーい。現実の金って難しそうだなと思って。なんか絵で言うと、現実の金は白っぽい色になります。どっちかというと。白？あ、そっちの方がいいじゃん。アニメの金は黄色くなります。だって現実の方がいい。現実の方がいい。現実の方がいい。じゃあ今ちょっと今の線の見てください。はい、現実っぽい金って言うと、こういう感じとか。なるほど。もうちょっとこう明るく、こういう感じになります。あ、ちょっとさ、アニメっぽい方を見せてくれ。アニメっぽい方の金っていうのはこういう感じになります。この中間ですか。この中間。どれぐらいですか。あ、もうちょっと黄色。もうちょっと黄色。もうちょっと黄色。あ、それでいいです。これでいいですか。はい、これで。わかりました。はいはい。じゃあこれで髪色。はいはいはい、で簡単に、じゃあざっくり簡単にかけて乗せておけばいいですか、はい。お願いします、お願いします。あと5分だから。OKOK。じゃあかなり結構ハイペースでいかないと間に合わないかもしれない。目はもう茶。茶ですね。茶で。で服はもう白だから。あ、白ですね。白でいいから。わかりました。うん。背景指示もあったもんね。背景は、だから、空、ね。青、空。うん、この時に絶対そのクライアントに何か言っちゃいけないから。うん、今のはここだけはアフレコにしてくれほしいんだけど。ダセ、ね。ダセ青空の後ろ背景でこのポージングでしょ。ダセーってことだけ。でも私は別に依頼だからちゃんとこなします。ダッサ。っていう、もう。ちょっとなんか似合わねえな。でもあなたの言った似合わねえなそれ。いや、ちょっとなくていいかもしれん。なくていい。逆に、うん、白の方がいいかも、そのまま。もう何も背景なし。何もなし。わかりました。終わりました。はい。ぴったり時間です。服の影が入れてなかったですね。あー、一番大事なとこ入ってねえよ、これ。まあ、しょうがない。時間はもう終わっちゃったからね。まあ、比較的。満足はできました？満足できたけど、背景だけちょっとしくった。じゃあ皆さん最後に見せますので、お楽しみに。はい。じゃあ次、斉藤さんと交換です。チャレンジ！はい、
ってことで、次は斉藤さんのターンでーす。じゃあ、今から20分いきたいと思います。はい、お願いします。スタート。はい、指示お願いします。私はですね、はいはい、とりあえず、だいぶ新本先生を信じているので、うん、こう、かけると。はい。で、私が今回考えてきたのは、うん、ちょっと新本先生は苦手であろう、今まで書いているのを見たことがない、けど私はずっと見てみたかった、うん、姫と王子キャラなのよ。姫と王子、二人ですか？なるほど。別に完成じゃなくてラフ画を求めてる。あ、ラフ画を求めてるのね。なるほど。ラフな絵を描いてほしくて。ラフな絵、え、どうします？下書き入れます？下書きはなしでもいきなりペン画にします？あのさ、いつも水色のペンで下書き貼るんですよね。軽く当たり取ってから入れてほしいから。もうペン画。OK、OK、OK。で、どういう感じの？で、姫と王子は、うん、できたら姫は、イメージはね、マスアカツバサちゃんなの。マスアカツバサちゃん、はいはいはい、はい。ロングの頃で、はい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 。あのね、髪がふわふわだってほしいの。なるほどなるほど。金髪姫のふわふわ系と、後ろにいる甘い感じの王子。それはさ、どういう風に二人がいるんですか？それ私の中では、レトガラス、窓ガラス、お城のさ、足のガラス、別に普通の、こう、格子のやつ。ああ、はい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 。本が好きな姫っていうイメージだ。図書館にいるような本が好きな姫が窓ガラスで王子がこう後ろにちょっと座りながらお姫様が本を読んでるのをちょっと後ろからハグしてるみたいな。別わかりました。ここにさ、あ、一時くれ、一時くれ、こうさ、腰掛けてるよ、ここに王子は。王子は腰掛けてる。そう、真ん中でいいな、もう真ん中、え、正面から見た二人でいいのかな。そう、正面から見た二人で。あ、なるほどなるほど、わかりました。腰掛けてて、ここに女の子がいて、ここから後ろからちょいハグしてるみたいな。はい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 、はい、王子がいて、姫がここにいるってこと。そう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 。で、姫は本を読んでる。そう、なんか本を手に持って、でも正面を向いててほしい。なんか顔は正面、本じゃなくて。本見てない。あ、わかりました。姫はもうドレス？姫はドレス。どんなドレス？ちょっと露出少なめな上品なドレスがいいんだよね。で、レースっぽいやつ。けど、レースっぽいやつ。うん、ラフでいい。ラフでいい。書き込むとレースはとんでもないことになる。確かに、それは言えてる。ラフな。王子はどんな感じ？王子は、なんかこうさ、こうちょっと首の襟まで詰まってるようなタイプに、で、なんかこうさ、他にさ、このブローチシャンシャンシャンみたいについててさ、恋愛ゲーみたいなのに出てきそうな王子。ああ、なるほどね。わかりやすく、わかりやすい王子ね。あ、そう。姫の前髪ってどうなってる？姫はちょっと前髪はもっさりしててほしい。もっさり？あ、重めの前髪ってこと？あるんだよね、前髪ね。そうそう、前髪ありで、ちょっと重めの前髪で、とにかく髪がふわふわとボリューミーに広がってるし。なるほどね、なるほどね。夢ありますみたいな。なるほど。で、金髪で柔らかそうな。垂れ目ね。垂れ目。新本先生の、やっぱファンタジーものを見たことがない。なるほどね。けどやっぱり、ちょっと夢ある世界を見てみたい。今異世界が流行ってるこの時代にさ。ナロー系のね。はい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 。悪役令嬢とかさ、いろいろ流行ってるけど、やっぱちょい見てみたいと思うんだよね。はい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 。そして私が見たい。そういうテイストの私の絵ってことね。そうそうそう。なんか新本先生の新たな、異世界ナロー系。なるほどね。ちょっとこの、ナロー系にしては平和系だけど、これ、これでもしかしたら、新本先生のナロー系が始まるかもしれないから、ね、これだったらタイトル系統としては図書館司書員だった私が異世界転生したらありそうだしな。そう、王子に溺愛された件っていう。溺愛ね、溺愛ね、今流行りのね。そう、今流行りの。ありえるけど、ありえるけども、一つ言えるのは、私が多分書ける主人公の性格じゃないっていうか、ね。そうなんだよね、そうなんだよね。なんかやっぱ新本のキャラにしては珍しくすごい控えめな顔をしてるよね、この優しげなね、あの絶対自分がメインに持ってこないキャラの顔してる。そうそう、でも私これ結構やっぱ売ってたら読みたいから。あれ、肩の部分どうなってんの？肩は出てていいや。肩は出てていいのね。え、手袋とかは？手袋ははめてほしい。手袋はめてる。どんな長さの？あのセーラームーンよ。あ、二の腕からの？そう、二の腕からの白い手袋。多分これが私が漫画にした瞬間、この主人ヒロイン昼白目とか向いてくるよ。あ、本当？うん、多分白目とかで突っ込みとかに回ってきて。あ、ダメダメダメ。てか大ボケに回ると思うよ。わかる？ダメダメ。イケメン王子が振り回されて辛すぎるみたいなタイトルなのよ。わかる？そんなね、もうギャグキャラじゃなくて、この、誰もギャグしない、言うて側近ぐらいしかギャグしない世界を、これ今描いてるから。そういうの書かされてんのか、今ね。そう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 。わかりました、わかりました。いや、絶対売れると思うんだよ、これ。本としては。ただ、新本先生がキャラとして愛せないっていう、その、切ないさ、この王道すぎて愛せないっていうさ。てか、ストーリーが何も浮かばないんだから、こっから。ほんと
と。そうだな。全然絵としてはなんか言われて指示もらえるからね。うん、描けるけどね。ここからのその出てくるストーリーが、この少女に何か私多分変な設定加えないと描けない。いや、こう、政務にまみれて、こう、汚い政治の世界で大変さの王子が、やっぱり彼女といる時だけ癒されるっていうことで重宝していく。超ピュアな話じゃん。そう、もう本当に、いわゆるザ・少女漫画よ。まあもう私は、多分これね、猫かぶりの私が、みたいな。まずこれがめっちゃ腹黒、実は腹黒だけど、みたいな。完璧主義でね、もう、モテるために死ぬほど頑張ってるみたいな、うんうん。猫かぶりの私が、猫かぶりの王子に会って、お互い死ぬ気で猫かぶり同士合戦をするみたいなタイプよ。お互い猫かぶってて腹黒で、お互い腹黒なんだけど、お前に政権渡さん、絶対俺が取るみたいな。お前には政権私は絶対私が取るみたいな。そんなに強いの？急に？そうそうそう。そういう、なんかこう、写真を撮るだけこの顔してるけど、目の中からキラキラ抜けて、こう、チョンみたいな、わかる？三角眼みたいに二人ともなるみたいな感じなら描けそう。それででもラブに発展するのが楽しいよね。あ、一応やっぱラブはラブだ。私の学問は基本ラブはラブだからさ。そんな二人が心を少しずつ通わせていく爆笑コメディ。逆だからね。爆笑コメディだね、やっぱり。うん。あ、ちょうど終わりました。いいいい、超いい超いい。はい、完成でーす。じゃあ最後みんなでちょっと見てもらって、どっちの方がいいか判断してもらいましょう。そうだね。プロの画力を使ったイラストを紹介したいと思います。じゃあまずは S 君のイラストから紹介します。こちらです。はい、こんな感じになっております。おー、なるほどね。俺はもう先生がやっぱイケメンが描けるっていうのと、まあ、制限時間今回20分ねしかなかったから、もう得意分野で攻めてもらったって感じ。これ確かにかっこいいわ。まあ、かっこいい。セクシーな感じ。セクシーな感じ。で、視聴者の方も多分先生の描くイケメン好きだと思うから。うん、まあ、やってていいなと思った点は、やっぱエース君が写真を撮らせてくれたので、うん、すぐコーチングを悩まず描けたっていう資料がもらえたっていうところは、かなり大きかったなと思います。はいはいはい、なんか、アンアンの漫画版イラストみたいな。はいはいはい。なるほどね。抱かれたい男ナンバーワン。はい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 。まあそうね。もっとこれ、さらに時間があれば、よりいいイラストができたと思います。ね、背景だけがちょっとなんかね、自分がしっくりくるのができなくて。青い空が結局ね。青い空もダメだったし、ね。じゃあ、次、斉藤さんのイラストです。はい。見てください。はい、いきますよ。こんな感じのイラストになりました。全然またテイスト違うね、すごいね。いや、もう全然世界観が違う。これはこれでまた、よくで、まあ何よりも、S 君は断念した背景をこっちは入れたっていうところで、なんかこう、絵全体のなんか書き込み量はこっちの方が多いかな。細かい設定が多分俺より、多分あったんだね。そう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 。なんかもうストーリーは見えるよね。何が始まるか。いいなと思ったのは、やっぱまず最初に明確にそれぞれの立ち位置の指示がもらえたこと。こう後ろに窓があって、なるほどね、あの、その後に王子様がいて、姫様が前にいて、お姫様が本を読んでるとこまで指示もらえたから。割とそこまでの指示があると、そんだけ。まあ、イメージがつきやすかった。多分、王子様とお姫様書いてくださいって言われただけだと、どういう感じで使い方になっちゃうけど、もう、そのパターンの雰囲気からポージングまで指示があって、で、多分後ろに窓があるって言われた時点で、なんとなく描きたい雰囲気が伝わったんですよ、私にも。で、正面を二人が向いてた時点で、あ、もうこう、真ん中にこうある感じだっていうのが伝わったので、割とそこからは割とすぐ行きましたね。いや、両方20分にしてはかなりの力作だと思うので。あとはちょっと視聴者の好みもあると思うんですよ。これはかなりね、そう、視聴者にちょっと委ねたいと思いますね。普段何の漫画読んでるかみたいな。確かに確かに確かに。全然こう違うもんね、ジャンルがね。まあじゃあ皆さん、S 君とサイトどっちの方が良かったか、よろしかったらコメント欄で教えてください。はい、では他の動画でお会いしましょう。漫画家の新本慎と、アシスタントの斉藤と、アイスクショー。バイバーイ。これはね、かなり楽しかった、やってて。まあ記念に差し上げますので。ありがとうございます。いいですか、いいですか。